で、止めとく。はい。はい。失礼しました。はい。はい。じゃあ、いいですか。はい。始まりますかね。はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お久しぶりの夜話が、ね、お久しぶりです。すいません、パソコンが壊れた小松の責任で長らくご無沙汰しておりました。ないです。こちらこそ、ねね、なかなかスケジュール3人が合うというね。ねえ、うん、クリスマスイブですよ。明日はあっという間、明日はもう、ね、もう間もなく、本当ですね。もう間もなくです。そう、ま、そうか、うん、もう間もなくですね。ですよね。2021年もうクリスマス終わったらあっという間ですもんね。そうですね。ね、クリスマスは、クリスマスのご予定、あ、聞いちゃった。今日はクリスマスを寂しく過ごしている皆さんに向けての夜話会。夜話会。寂しい。話のため、お供に。なんか、クリスマス、ね、クリスマスイブのお供に。うちも全然余談なんですけど、うちもクリスマスツリーをなんか飾ってみたんですよ。映るかな、うん、でもなんか、本当だ。何のオーナメントもない。言わないでおいたのに、なんか意外にシンプルですねってコメントが出て聞かけてたんですけど、これから事情があるのかなと思って。言わないで、シンプルと言っていただけるとありがたいですね、はい、もう最近シンプルにね、すごい惹かれるので、いいです、いいです、素敵素敵。まあ、ちなみにテーブルの前は全然シンプルじゃないんですけどね。やかってるっていう感じですけどね。いろいろいるんですよ。あ、なんでハワイアン。そうそう、これって沖縄の方の衣装ですか、ね、ハワイアンですね。ハワイから。ハワイからのお土産。そう、ハワイのお土産らしい。あらあらあら。なんですよ。ちょうどハワイといえば。そうですね。あ、そうそうなんですよ。ちょっとぜひ皆さんにもご紹介したい。この間ね、あの、双子座流星群。皆さんも、流星群は見えた夜中にがありましたけど。首を90度にして何十分もずっと外でアホみたいに眺めてました。結構ね、流れていましたよね。安曇野からでも綺麗に見えたんですよ。そうですね。あ、そうですか。ね、きっと綺麗に見える、うん、ね。うちの方はね、なんと山の木で、なかなか。そうですよね。どちらかというとね、こう谷合いって感じですもんね。そうですね。これは、知り合い、先日知り合った先生から教えていただいた映像なんですけども、ハワイのすごいです、ね、マウナケアでの撮影動画。双子座流星群ですよね。そうです。いや、すごいね。肉眼でこれだけ見えるってことですもんね。うん、ってことですよね。こう
これなんかこれ見てて思ったんですけど、こんな宇宙を相手にしてる人すごいですよね。安曇野なんてご近所みたいな感じですよ、お隣さんとそう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 、もう下手したら隣部屋みたいなもんですけど宇宙のね規模から見たらね、本当ですよね、隣部屋、そう隣部屋すごいですね、なんかねロマンだよね、って思いました、これだけの星が見えるってことがね、すごいですよね。しかも大きいのよ。流れ星さんたちが。これだけ大きくて肉眼で大きく見えて、しかもこんなにクリアに見えると願い事間に合いますね。安曇野間に合いますね。安曇野で見た時は瞬間的すぎて願い事の根の字も出ないぐらい早かったんですよ。たくさんあったんですけど残念ながら願い事はできずじまいだったので、ねえ素晴らしいですね。この動画を見ながら願い事でも間に合うかもしれない、うん、ねえ本当に本当にそうそうそう、いやね、本当にまたこういう世界を知れたのもすごく良かったなって、うん、そうですね、新たな出会いだったんですけどね、うん、ガン先生っておっしゃる方、うん、素敵な、うわ大きい、これですよ、大きいですね何これ UFO 落ちたみたいな本当に本当に欲しいっていう欲しくすですよね、うん、そうね、それがこう大気圏にこう摩擦でこう燃えて落ちてくるって、うん、合ってるのかな、うん、なんか言ってたよね、うん、一応調べたんでしょ、一応調べたんですけど、あの有識者の方の違うようでしたらぜひちょっとご一報ください教えてくださいなんか UFO だなんて言ってるとね怒られそうですよねねえそれ、ね、遥か遠くのところでこういうことが起きていて、でも私たちにはこういうふうに肉眼で見えるっていうね、不思議な気もするし、緑の、そうそうそう、喋れなくなりますね、見てるとね夢中でね、夢中で見ちゃいますよね、うん、っていうか追ってしまいますよね、うん、なんかね、その宇宙のね、まあ、松田さんも本当宇宙の規模に比べたらご近所さんみたいな、まあ、そういう感覚もあるし、うん、なんかその宇宙のなんていうんだろう、流れとか動きとかっていうのってずっとこう、まあね、なんかその中に自分たちがいるんだって思うと、うん、なんかちょっと肩の力が抜けるっていうか、うん、ああなんか抗わずに、うん、その流れの中で生かされて行けたらいいのかなって思う時って、そうなっちゃった、そう、そんな風にね思えるなと思って、そうですよね、うん、なんかこれだけね、あの自然を相手にした時もそうですけど、大きなものを目の前にするとね、本当になんかこう自分のエゴだとか、うん、おちっぽけな一人の子を固執してる考えとかがね、うわーってなんかこう無惨していくのが感じますよね、大きなものに巻かれてる感じがして、うん、そうそうそう、うん、確か抗ったところで太刀打ちできないなって思うっていうか、うん、ですよね、豪華な生物ですよ、豪華な生物、今日ね今日の小学生が言ってたんですけど、アウトリーチコンサートをしてきて、うんうんうん、ね、
音楽劇をキツネとピアニストクリコが繰り広げていくんですけど、その中でね、なかなか重い題材も扱ったりして、5、6年生のところでは途中でショパンの革命を弾いて、革命が起きているとか、人が争いを、ね、起こしているみたいな話から、なんでそうやって人間っていうのはその戦ったりそういうことをするんだみたいなね、問いかけをするんですよ。そしたらすかさず男の子が、人間は愚かな生物ですからって言われてその通り、ね、でもね、もうそろそろ人間だいぶ目覚めてもいいですか、長くなってきましたそろそろ目が覚めてもいいですか、じゃないんじゃないかなってね、宇宙の歴史からするともう本当一瞬なんでしょうけどね、人類の時間が。でもね、これだけいろんなことを繰り返して繰り返してって歴史から学ぶってね、言うけれども、学ばなきゃいけないなって。そうですね。そうよね。クリスマスイブにこんなもうちょっと違うテンションの話でしょ。だいぶね、しみじみとしみじみとなんかね、深い話になっちゃいますよね。でもこういう本当に何て言えばいいんでしょう、天井がないものですもんね、宇宙って。なんかこう追いもないし、そういうものに触れると本当何かこう自分の中にあるちっちゃな枠だとか、ね、こう国がどうだとか、どうだとか、地球っていう、まあ、地球もね、一つの惑星でしかないので、なんかね、こう枠にこだわっているのはもったいない気がしてきますよね。あさこさん、どちらの惑星からいらっしゃったんですか。あれ、どこにしとこうかしら。どこにしとこうかしら。どうしてくれなかった。今、記憶を消せたもの入ってたから。あ、そうか。記憶を消されてまして。残念ながら。なるほど。はい。故郷のことは忘れられるように今はできてるみたいですよ、みたいな。私ですか、私は、いや、もうどこか名前は思い出せないんですけど、まあ、降り立ってきたことはね、覚えてますね。ねえ、不思議ですよね、でも本当に。そうですよね、なんか本当人類もそうですけど、本当ね、この銀河系の中でどうやって地球が誕生したのかとかね、なんか ロマンチックですしね。本当ですよね、実際ね、そういう中から生まれてきたっていうのね、自分多分ちょっと聞こえなかったと思うから、もう一回今大きい声で言った方がいいと思う。ボソ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 って。そうか。いや、なんかコスモスっていう合唱曲があるのご存知ですか。合唱曲ですか。はい、あ、まあ合唱曲で今は有名になってるんですけど。え、さだまさしさんのコスモスじゃなくて。あ、ごめんなさい、そう違うんです。違うんです。ごめんなさい。それもそうですよ、そういうふうに思うけど、違うんです、あのコスモスって宇宙の方。ああ、はい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 。どんな歌でしょう。どんな歌って歌っていいそういう話なのよ。その君も僕も、そのまあ君は僕らは一つって言う。うん、それ2番の。まあ、君は星だよっていう、その自分たちも、その一つの星ってことだったり、まあそれは宇宙の一部っていう意味だったりとかも含まれると思うんですけど、で、その僕らは一つっていうのも、やっぱりその宇宙の中にこう存在して、いて、それは一つなんだっていうような意味合いなんだと思うんですけど、
でその時の流れにその宇宙っていうものがその銀河結構こう始まってそこからその今までのその何て言うんだろうそういう流れの中で自分たちが生まれてるっていうことだったりとか、うんうんうん、そういうことが歌われてるんですけど、うん、ねそれをよくねあのピアノの生徒さんが合唱祭が近づくと伴奏を弾くんですって言って持ってくるんですよね。じゃあ結構もう今では今の唱歌の中では結構、うん、何でしょう、うん、人気と言ったら変だけれど。そうですね、人気の本当に人気の合唱祭なんですね。そう。ということは今そういう意識が結構子どもさんというかそういう教育現場多いってことなんですかね。どうなんでしょうね。うん、さ、うん、意味を聞くと。あ、宇宙なのみたいなこと言ったりしてるでしょ。それこそ花みたいなコスモ言ってるとかいう話をして、まあ、もちろんねその最初から分かってる子もいますけど、うん、まあ、その歌詞の意味を深く掘り下げてる場合もあれば、うんうんうん、まあ、メロディーラインに乗って歌ってるっていう場合もあればっていう感じで、もう本当にこう読めば読むほど深いし、なんかそこからこういろんなイメージが膨らむ曲ですね。うん、なんかその作曲された方はミマスさんっていう方なんですけど、まあ、その方はすごい宇宙大好きな方らしくて、まあ、プラネタリウムに学生の頃からなんかもう毎日のように行かれてたらしくて、うん、でそういうところから、ね、なんか生まれた曲みたいなんですよね。そういう宇宙のことを知ってるっていうバックグラウンドがあって書かれた歌詞みたいで、うーん、なんかねそういうことが深いところで感じて、まあその歌詞を読んでそれを読み込んでて何かこう感じながら歌うっていう風なことができたら、またさらに魅力が増す曲なんじゃないかなって。そうですよね。思って。ねえ、なんか歌詞、やっぱり言葉ってね、すごい、本当大切だなと思いますね。そうですよね。そこから何を読み取るかっていう。うん、もう本当に、まあそれが一番の醍醐味なのかなと思うし、それこそイメージする力。ね、うん、音楽は単純なその音の動きとかねその響きそのものの魅力もあればそういう歌の場合だと歌詞と音楽の流れの、うん、ありますね、ね、ありますありますありますよ。それを訴えてコンクールでやっちゃった人もいますからね。その歌詞を歌いたくてアンサンブルはあの歌う場所ではありませんと釘を刺されてたにもかかわらずこの歌には歌詞が大事なんですと言ってコンクールの当日突然マイクを用意させそうなんですか。はい、思いっきりあのお説教くらいました。散々な結果でした。ちなみにどういう曲だったんですか。あのローズですね。日本あのザローズといって、はい、ベッドミドラー、うんうん、あの映画の同名のねタイトルの。で日本だとアルジャーノンに花束を、あドラマ TBS さんがドラマやってらしいんですよね。そのテーマ曲に使われて、私にその日本でねそういう吹き替えがあったことは知らなかったんですけど、うん、あくまでもベッドミドラー の古い70年代かなのあの時代のメロディーでしか覚えてなかったんですけど、最近のね若い方がすごい知っていたので、なんでかなと思ったら、いやドラマのテーマ曲でしたからっていう、あれはやっぱりなんか
メロディーも素敵ですけど、歌の歌詞があってこそ、ね、愛について語ってるんですけれど、なんともね、その歌詞に力があるのはやっぱ歌詞を言いたくなりますもんね。だからって言ってコンクールでやるなって話ですけどあれだけダメって言ったじゃないみたいなすごいって感じですけど、いやでもね、小松さんにとってやっぱ表現の場所ですからね。そうですね、いや小松さんのコンサートだったらいいんですよここはコンクールでアンサンブルというのはあくまでも音で表現する場所ですって。もうこんな感じしか出てこなかったです。それ弾き語りだったんですか？いや、あのね、歌を歌え、そうですね、歌も最初からマイクを用意してもらって、うん、どうしても最後の全部はダメでも最後のあのサビの部分だけ言わしてみたいな。すごい。そう、歌ってもぜひ、ね、うちの締め袋28日の、うん、ただでさえ ね一名ピアノはたまに持ってないのにいきなりまた歌だけでいきますか私じゃあ。素敵こんなになっちゃいますよねやりますよね結構ね、面白いメンバーが集まってね、うん、皆さんですよね。ちょっとお仕事が、いやちょっとスケジュール的に28までお仕事の方が結構いたりしたんで、来れない方もいらっしゃるんですけど、うんうん、なかなかのまたまたディープな回になりそうなのでうちのね、だから、まあ、これは次の夜話会の、うん、ゲスト今年最後の夜話会はまさこさんの歌で終わるみたいなライブしかもライブいいですね放送みたいな29日放送いいじゃないですか。大変だ、また歌ね。でも本当 ね歌って元気になりますよね。音楽、うん、音楽そのものも本当に力があるんですけれど、人の声ってね、うん、そうありますよね、うん、本当にそう思いますね。先生合唱を、ね、指導されたりされてるから余計にその力をご存知だと思うんですけれど、ね、あとはるちゃん、あ、ね、そうですよね。そうですね、私は本当に合唱で育ってきたので、うーん、その頃から大人になってもずっとその私の恩師のところで合唱だったので、ね、まあ、仕事もさせてもらってたので、まあ本当にね、なかなかピアニストで、メサイア全曲アンプで歌ったとかで、有名どころのレクエム系もほとんどアンプで歌ってますし、そういう意味で本当にね、所属しててよかったなと思うんですね。音楽の、私の音楽のもう基盤はそこで培われたってると思うんですよ。素晴らしい、その歌の力を教えてくれる先生だったので、うーん、そうそう、ね、またこの話すると長くなっちゃうから、その結論だけ言うと、なぜベートーベンが大工で最後に合唱を入れたかっていうのは、まあ、これは私が思う話だけど、やっぱりその人の声って究極だったんじゃないに、絶対人の声が入らなければいけなかっただろう、あの歌詞だからですね、うん、そうそう、言葉が必要、言葉も必要だったんだろうし、そしてその人の体からこう発せられる 音ですよね、その響きっていうのが必要だったっていうか、伝えたかったっていうか、それであの曲が完結するっていう、なんかそれこそ私はあの曲に宇宙を感じるんですけど、うんうんうん、
分かるような気がします。今だから言いますけど、小学校の頃にあの歌詞、うん、ね、あの白あの詩でしたっけ、うん、白って大丈夫でしたよね、なんか分かんないけど、子供の頃からドイツ語やってたので、うん、あの歌詞にもう感銘を受けちゃってさすがもうね、勝手に日本語訳を自分で書いて配ったんだ配って、音楽の先生にこれを歌うって言い合って 私伴奏しますからみたいなで一番大きい声で歌うみたいな、そうなったんですよ。そのぐらいなんかねすごい子供心にすごいぜこの歌はみたいな、なんかもうなんかドカンとなんか一回爆発が起きて、もうこの歌の素晴らしさを伝えないわけにはいかないって言って、それで感激してましたので、それは小中高と続きましたね。学校変わってもやり続けたみたいな。その歌詞って今もあるんですか？書いた歌詞。どこに、あるかな。それすごい。その都度変えてるとも、最後は高校生の時ですね。高校生の時に、ね、音楽の授業で一人一個課題を持ってってよくて、順番で回ってくるんですけど、その人がこう歌いたい歌とか、その伴奏してもいいし、曲を紹介して先生が弾いてもいいっていう、私も自作自演で全部自分で訳した配れまくってこれ歌いますからって言って、私伴奏して一番大きい声で歌うみたいな皆さんカモンみたいなこのうちダイブすんじゃないかみたいなでしょうねみたいな、カモンでしたよ。コメンディじゃないベートーベン泣いてますわって感じですそんなノリで歌ってもらっちゃ困るんだけどっていう感じです。すごい。ってことはメロディーラインに合うように日本語の歌詞を作ったってことですよね。そうですね。そうですね。ね、ドイツ語で歌ってもいいんだけれど、うん、ちょっとね、子供の頃は多分、高校生の時はね、訳だけ書いて、うん、その言葉に意味がありますから、ね、そこはしつこかったドイツ語でさらっと読んでもらっても、うん、ここだって日本語でちゃんと分かった上で ドイツ語で歌わせてましたね、高校生の時は、うん、歌わせてたんでしょ、もう無理やりだからで、ドイツ語に全部ルビ振って、カタカナで、はあ、R の発音まで指導してましたもん。すが。ゼーハーとかね、ハーハーですよ、ハーみたいな感じで。はあ。どこも押してくれる人はいたら、けがましいっていう感じでしたね。もうそのぐらい、この素晴らしさに惹かれてました。432で大工を。ああ、先生の企画。もう3年温めてるんで、そろそろやりたいなと思ってるんですよ。やりましょうなんか鉢巻きしてもういらないって言ってるのに配ってね、またもう皆さん分かってね、散々歌ってる方たちなのにカタカナでルッて振りますから意味はこうですみたいないやでも本当大事ですよね、うん、何を伝えてるのかっていう、そうただね、形だけ真似るのもね、それでも本当にいい作品ってそれだけでも効果ある時もあるんですけど、うん、でもやっぱ意味分かってね歌うって、うん、すごくやっぱ自分の心とこう共鳴すると思うので、うん、やっぱ大事かなと子供心に思ったんですよね今こそ、ね、こうみんながつながる時だと思うので、まさにぴったりな曲なんじゃないかなと。あ、素晴らしいですね。まさこ先生のお力をお借りして、
ね、カモンとか言い出さないようにしたら5だったので必要なとこだけ必要なとこだけってね、喋っていいのはすごいな、うん、引き出しの多さに、まあ、今回も驚かされるばかりでございました。まさこ先生のねどうでしょう、皆さんこのクリスマスイブ楽しんでいただけたでしょうか。皆さんおごそかに過ごしたいのにねすいません前半ね、なかなか厳かな時間だったんじゃないかな。そうですよね。はいはい。はい、宇宙について考えてね。はい。はい、あとは、ヨンさんに、大工に、皆さんにもぜひ参加していただいて。あ、そうですね。ここで呼びかけるといいかもしれないですね。ぜひぜひ。ね。そう、気持ちいいですからね。人間の体に一番よく響くとも言われてますから、ヨンさんに。ね、ベートーベンの時代は今ほど高くないですから、それぐらいのピッチだったと思われるので、ヨンさんに、ね、想像はできるようでできないかもしれない、うん、私たちオーケストラの、ね、あの合唱に慣れてしまっていて、うん、この432のピアノ1台に、うんで合唱ってどんな感じになるんだろうってすごい想像力膨らめますよね。2台になるんだよね。なる予定ではある。おー、2台ピアノ、あと、オケ版と。あれです。リストが2台ピアノに編曲しているものがあるので。へー、そっかそっか。これもまたその編曲も素晴らしいんですよ。へー。ねえ。とにかくその、歌った時の感覚を味わってもらいたいなっていうのがあるんですよね。まあ、すごいですね。公演場所などはもう決まってるんですか？まだ、これからまだ全然はね、はい、まあ、本当にね、まだこれから始動の段階なので、ぜひぜひ、ね、じゃんじゃん皆さんに参加していただけるといいですよね。そうですね。うん、そんな、はい、次週は雅子さんの歌、はい、歌を楽しみみたいな、ヒーみたいな急に飛んだ先のカモンはどこ行ったんですよ。ね。また年内もう1回ぐらい。そうですね。でも本当音楽というよりも歌ってその心理的にもすごい大事なことなんですよね。歌うことって一番体を動かすことを瞑想、そして歌うこと、これは一番こう特に歌うことがこの中では一番じゃないですかね。すごくこうなんて言うんでしょう、一瞬で心を解放するというか、そのリセットがかかる。確かに。くよくよしてたりしててもね、こう口を開いてやっぱり自分で音を出すってことと、この体の多分松田先生詳しいと思うんですけど、中のこの共鳴がすごくこの体の内臓にもとってもいいらしくって、一瞬でこうメンタルを回復させる機能があるって言いますよね。その体の部分で言っても、うちのねコーラスのお姉様たちはコーラスの前に今、まあ、いろいろ痛いところをお持ちなんで、ちょっと体のメンテナンスをしてからコーラスを歌うっていうクラスをやってるんですよ。で、何名かね、その体を調整してから調整してから歌うんで、より効果的なんですよね。確実に毎週毎週体が変わっていく。ご本人たちもやっぱり全然違うし、まあ、もちろん歌いやすいっていうのはあるんですけど、そのバランスがいい状態になってから歌うことで、まあ、呼吸も変わってくるし、
すごく効果があると思って、うん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 、で見てるんですけど、いい状態キープしやすいっていうかね、うん、なるほどね。体をメンテして歌って、でそのメンテした体で歌うことがなおさら今度もっと体を良くするってことですよね、うんうん、素晴らしいですね、うん、ね、うんうん、あのね、432で、うん、参加者には漏れなくその特典付きみたいな、そうね、ご自身やろうみたいな、そうですよね、まあ、素晴らしいですね。じゃあそんな感じで、はい、今日の夜話会は、はい、これにて解散しようか、クリスマスバージョンですもんね、はい、はい、皆さん、皆さん、ステージを、良いクリスマスをお過ごしください。素敵なクリスマスを。